県は子育ての環境づくりの一環として簡単に設置できる授乳室を試作し製品化を目指しています。今日村井知事が実際に授乳を体験して視察しました。村井知事が訪れたのは授乳室の試作品が設置された松島町のレストハウスです。はい、ミルクを飲むのは村井知事の初孫で生後4ヶ月の春高くんです。この授乳室は広さおよそ2平方メートルでどこでも場所を変えて設置できるのが特徴です。県が子供連れで出かけやすい環境を整備しようと県産木材の利用拡大を進める団体に依頼して製作しました。少し狭いかなと思ってたんですけど、ベビーカーを中にそのまま畳まずに入れて、で余裕を持って授乳できましたので、広さは問題ないというふうに思います。今年3月に松島町と利府町の施設に設置したほか、今年度中に県内の商業施設に改良版を4基設置する予定です。県では利用者の反応を聞き取り、将来的に製品化する企業を募集する方針です。補助金なんかも出しながらですね、できるだけ安価に設置ができるようにしてまいりたいなというふうに思います。